林やし平は、落語家。新潟県刈羽郡千谷沢村出身。本名、笠井光夫、愛称は、こんちゃん。落語協会理事などを歴任するが、口述の病気もあり2006年4月から、相談役となった。出囃子は、佐藤けさ。血液型は、A 型。演芸番組、商店において、放送開始当初から長らく大切メンバーの一人だったが、 工術の病気により、約一年間の休園を経て降板。現在は、弟子の太平が、代理出演を経て、公認として出演している。初代、林家三平に指示。当時の初代三平は三つ目で本来ならば、弟子を取れないはずだったが、米を一票担いで、弟子入りに来た、金平の熱意に負けたとされる。金平の由来は、弟子入り当初は痩せていて、 顔つきが狐に似ていたからだという理由と、一問で、狐うどんを食べていた、際の、師匠初代、三平の妻で、コ平にとってはお神である、海老ナカヨのひらめきによる、三つ目時代から、商店など、テレビラジオに出演。小泉全部ゲバゲバ90分。では、構成作家を務めた、兄弟子の陳平らが、俳優に転業した後は、 僧侶弟子となり、初代三平が54歳の若さで死去した後は一門を統率する。この際、落語協会分裂騒動など、三平死去の前後に起きた様々な出来事の経緯から、三平の弟子たちは落語界の孤児とでも言うべき状態となり、結果として、もともと遺跡組で、すでに真打ちだった、三松や活人を除く三平の、 全弟子が根平の弟子として治ることになる。かくして、分裂騒動の後遺症が長く、尾を引いた、落語協会の中で新参を舐めつつも、林家小部兵林や新平といった、初代、三平の預かり弟子や、林家太平、林愛、平直弟子など数多くの弟子を育て上げ、初代三平からの系譜を受け継ぐ、落語家。 芸人たちを事実上の一派としてまとめ上げてきた。実際の性格は、商店や講座で見せる豪担なものではなく、繊細なものであった。それゆえ、ストレスを紛らわすために狩猟が多くなることがあり、口述の病気の要因の一つになったとも言われている。このほか、卓球が得意なことでも知られており、商店で共演する、三遊帝子ユーザーと共に、落語卓球クラブを創設。 世界ベテラン卓球大会にも出場経験がある。1985年8月12日、当時の他の商店メンバーである5代目、三遊亭窓科学、桂歌丸、林家菊王、三遊亭小遊座、6代目、三遊亭円楽、7代目、桂西賀、山田孝夫と共に、翌日の阿波踊りに参加するべく徳島入りするために、当初予約した徳島便が、 大幅に遅延した上に、徳島空港が悪天候のため予約便が条件付き運航となった。そこで一つ後の日本航空123便に搭乗して、神戸から船で移動する案が浮上したが、コンペイがいいじゃないかい、決まった便でゆったり行こうよ、きっと徳島空港に着陸できるよと提案したことで、そのまま予定通り徳島便に搭乗し、 メンバーらは123便の墜落事故から逃れることができた。同墜落事故については、宿泊先のホテルへ、タクシーで移動中に知ったという。2004年8月、生体を患い入院。この入院は長引き、番組開始以来交番期間を除きほぼ無欠勤で、出演し続けていた。焦点も、2004年9月5日の放送を最後に、初めて数回にわたって、 番組を休業することになり、コンペイの位置は、座布団が積まれたまま空席となった。同年12月26日の放送から、コンペイの弟子で若手大喜利のメンバーだった、林家太平が大役で出演することになる。2005年5月22日に退院。当初、軽い脳梗塞も患っていたと週刊誌で報道されたが、その後、同年3月に、 国立精神神経センターの医師から多発性硬化症と診断されていたことを公表。退院後も通院しながらリハビリを行っていた。同年9月には焦点40周年記念本の撮影に参加し、たメンバーとは1年ぶりとなる顔合わせが実現した。2006年、当時コンペイは趣味の卓球ができるまで回復はしたものの、 話し家としての復帰は当面困難ということから、同年5月の焦点40周年を機に番組を降板し、根平の代役だった弟子の太平が公認として、正式メンバーに昇格。焦点40周年スペシャルのエンディングでは、自身が直筆したメッセージが読まれた。戦術の多発性硬化症により一時入院を余儀なくされたが、 2008年2月28日のスーパーニュース内のコーナーや同年4月の発見人間力で卓球や発声練習運動のリハビリを続けている様子が放送されたまた同年9月14日放送のいつ見ても波乱万丈ではこの日のゲスト出演者だった三遊亭小遊座と卓球をする姿が放送されている小遊座は 落語卓球クラブには毎週顔を出し、体調に合わせてプレーをしている。一年前の復帰当時は玉をラケットに当てるのが、やっとの感じだったが、今ではラリーもできるようになった。右肩上がりだとコメントしている。2009年11月8日に放送された、焦点の5代目、三遊亭へ窓科学追悼番組の前半部分にて5年ぶりに、同番組に出演し、 元気な姿を見せた。2013年に、かねてより患っていた、糖尿病が悪化し、左足のエシが進み呼吸困難に陥り、緊急入院したが、心肺停止の状態となった。一命は取り留めたものの、エシした左足の指を切断し、半年後に退院。退院後は、自宅で家族による介護を受けた。2014年5月、 コンペイの介護及びマネージメントをしていた次女の先が一般社団法人、林家コンペイ事務所を設立。8月、都電荒川線を走る、都電一両を借り切っての工業、都電落語会のプロデュースを発表を。同年8月22日に第1回の都電落語会が開催された。2014年10月15日放送の商店特大号では、都電大斬で、 三遊亭小遊座と弟子の林やボタンと共演している。同年8月31日には、24時間テレビ、愛は地球を救う37に出演。2013年に、糖尿病を併発し一時心肺停止まで、陥っていたことが紹介され、その後遺症による左足へしと右手の麻痺と、戦いながら、リハビリに取り組む姿が特集された。 メインスタジオの日本武道館には、次女と共に車椅子で訪れ、1、2、3、チャラーン、を10年ぶりに披露した。翌年、2015年8月23日の24時間テレビ38にも出演。車椅子での登場だった昨年とは異なり、焦点の舞台に、弟子の太平とボタンの力を借りて登場。星座が困難とされている中、 商店メンバーに見守られての着席となった。MC に促される間もなく、声を振り絞り、1、2、3、チャラーン。お披露。カツ歌丸、林家菊王、大体らによるコメントの後、再度チャラーン。お披露し、2020年の講座復帰を目指して、リハビリを継続することを明らかにした。2016年4月17日放送の、 商店の新内昇進披露工場において、身元締めの発生として、商店本編に12年ぶりに出演した。2016年8月27日の24時間テレビ、愛は地球を救う39には、同年のチャリティーマラソンのランナーを務める、太平のスターターとして登場。直筆のメッセージが書かれたタオルを太平に手渡し、1、2、3、チャラーン。 の掛け声で、マラソンがスタートした。8月28日のエンディングにも出演し、武道館にゴールした太平洋で迎えた。2019年4月17日、病院の MRI 検査で、小脳梗塞が発見され、そのまま緊急入院。手術は行わず投薬治療で回復し、5月3日に退院した。2020年4月に体調を崩して入院し、一時は、 危機的な状況となったが持ち直して退院した。しかしこの時点で、あと数ヶ月と余命宣告を受け、自宅で最後を迎えたいと、週末医療を選択し、亡くなるまで療養していた。2020年12月17日14時2分、誤嚥性肺炎のため、東京都豊島区の自宅で死去。77歳遺没。葬儀は、近親者で行われ、不法は、 同月21日に、落語協会から公表された。2021年10月20日、新潟県の名声を高め、県民のふるさと意識を高揚させた顕著な功績があったことを称え、新潟県民栄誉賞が授与された。死去から約11ヶ月後の2021年11月23日、都電落語会7周年記念感謝祭を兼ねて、忍ぶ会が、 都内で行われた花火師は、林家三平一門の縄文前進番組、金曜夜席の第3回から参加した古参レギュラーであり、同番組ではオレンジ色の色もん付けを着用。長らく隣が小難しいインテリ系のくすぐりを得意とする三遊亭楽太郎であるため、挨拶で楽太郎の超絶を受けて、私にはそういう難しいことはわからないんですが、 と頭を振りながら嘘吹くことがしばしばあった。地方収録の際は必ず、郷土の皆様、お懐かしゅうございます。で、生まれて、新潟で育ったコンペイが、故郷に戻って参りましたとホラを吹き、二週目は、第二の故郷というのはありがたいもので、先ほどから、友人知人が手に持ちきれないほどのお土産を持って、楽屋を訪ねて来てくれております。で始まり、なお、会場の皆様に、 お知らせがございます。私の帰りのカバンには、まだ若干の余裕がございますと挨拶した。この新潟出身を前面に出したキャラをやり始めた、当初は、まだまだ落語といえば、江戸前、東京という固定観念の強い時代であり、東京、特に下町出身者以外が、このように、郷土愛をアピールする例は、稀だったため批判も多かったと著書で述べている。 田舎者のゴンスケ役であり、大食いキャラ、食いしんぼネタを売りにしており、メンバーからも攻撃のネタにされていた。焦点メンバーの中では一番頭の周囲が大きく、被り物に頭が入らなかったこともあった。大喜利では、よく座布団運びの山田隆夫の悪口を言って、山田に突き飛ばされたり、蹴り飛ばされたりして、座布団を全部持っていかれることが多かった。その他に、 声止めネタに落ちましたなど、をはじめとする下品で汚いネタも、得意とし、故郷の千屋沢村はメンバーから、人がいない、ダムの底などと罵倒された。その一方、世界平和、環境保全などを高らかに歌うネタや、グランドピアノを施設に寄付、ニースの別荘といった大金持ちキャラで回答することも、あった。政治ネタを扱う場合には、 同じ新潟県出身である田中角へのモノマネをすることが多かった。自身が休演することになり、金平の代役として出演し始めた弟子の太平のことを当初は非常に心配しており、この頃は焦点を全く見ていなかった。しかし、徐々に太平が大喜利になれ始めると実力を認めるようになり、40周年を機に、 自身の席を太平に託すことを決意した。40周年記念特番では太平に正式に席を譲る胸が書かれた手紙を送っていた。挨拶の締めは会場の観客と共に1.23チャラーン。コンペイです。大元は佐藤家さであり、コンペイが挨拶で嬉しいお知らせをするときにチャイムの代わりとして歌っていたものが歌の冒頭の チャラーンの部分だけ残り、現在の形に至る。長らく、コンペ単独で、チャラーンと叫んでいたが、2002年から観客が、偶発的に高応するようになり、最終的には、コンペと観客が大合唱する、視聴者参加型挨拶と名付けた挨拶を行うようになった。これ以降、隣の楽太郎や歌丸は、 チャラーンをやる人は愚か者、良識ある人は絶対にやらないでくださいなどと観客にお願いするという一種の振りのような挨拶を行い、全員でチャラーンをやる際には二人が耳を塞いで迷惑そうに対処するのが高齢化する。しかし、根底の療養による救援後は楽太郎を中心に、他のメンバーも全員週代わりでチャラーンの代行をした。 コンペイの弟子の太平が代役を務めてからは、その回数は減ったが、2006年元日の大正天フィナーレや、同年1月22日の2000回目の放送時、テレビ、新潟開局25周年を記念して、コンペイの地元、長岡市で収録された同年10月15日の放送時に、師匠コンペイから言われていることでありますのでと、太平が観客と共に、チャラーンを披露。 また、日テレアナウンサー大喜利に、定期的に出演していた、藤井恒久は、コンペイ師正直伝の視聴者参加型挨拶最後の、継承人として、挨拶の際は必ず観客と一緒に、チャラーンを行っていた。肖像の弟でコンペイの時期で死である二代目、林家三平もメンバーになる前の2005年4月に、番組内で行われた九代目。 林やし蔵襲名披露工場の席上で、師匠会遊を記念して、チャラーンを披露した。2021年1月31日放送分の、大切では、1問目に追悼企画として、チャラーンを使った問題が出題された。師匠である初代、林や三平の死去に伴い、銀平からのん平及びとんで平が、兄弟子であるコンペイの門下に移籍した。 初代、三平の長男で後に、金平から一門の総帥を受け継ぐことになる古武兵も、含まれる。いずれも、初代三平死去時に、真打ちには昇進していなかったため、預かり弟子となっている。このため、金平の時期弟子は、う平及び衆平以降である。ありがとうございます。